なたは人生について考えたことありますか？人生を考えてみましょう。あなたの人生には家族、友達、学校、仕事、彼氏、または彼女がいます。人生はお金と考える人もいるでしょう。あなたの人生より良い仕事をして子供たちに良い人生を与えたいと思うかもしれません。人生は愛だと考えるかもしれません。特別なあの人と結婚をすること、そして家族を持つこと、または人生を誉れある生き方、良い人になることと思うかもしれません。これらの全てが共通しているものは、その一つ一つが人を幸せにすることができるということです。それがお金であったり、家族であったり、愛であったり、誉れであったり、これらの全てのものは人を幸せにすることができます。果たしてそれが全てなのでしょうか？人生は幸せになることでしょうか？そうですね、と言いたいことは山々ですが、そこにはちょっと問題があります。幸せになるだけのものであるならば、その幸せというのはずっと保つことができるのでしょうか？できますよ、という人もいます。でも正直見てみると、人、人間関係、パーティーに行ったり、趣味であったり、その全てが一時的なものであること、そしてその一時的なものがなくなれば、じゃあその人の幸せというものはなくなるのでしょうか？幸せがなくなることで人生が止まってしまうのでしょうか？じゃあ自分の人生をどうするべきなのか、終わらせてしまうのか。人生とは何でしょうか？人生とは幸せになって、それが取り去られるだけのものなのか。その上に、今度は私たちは皆必ず死というものと向き合わなければなりません。死に直面しなければいけないということで、生きなければいけない、何のために生きているのかわからない。そして人生の後には、命の後には死がある。その死後というのはどうなっているのか。それら全て良い質問であり、私にはその答えがあります。しかしその前に、一人一人に紹介したい方がいます。私の答えはイエスという方の名前から始まります。イエスキリストって聞いたことがあるかもしれません。あの宗教の人ね、とか、あの教会の人でしょう、とか。あなたはそのイエスキリストに対して良い思い、悪い思い、もしかしたら考えたこともないかもしれません。でも彼のことをちょっと伝えたいと思います。彼は本当にいた人で、2000年前にいました。彼の人生を説明するならば、そして聖書であったり歴史書であったり、多くの人たちが、特にタティカスという人とピラニアという人が、イエスキリストの生涯について書かれています。その中でも聖書において、イエスキリストは完全な人生を生きたとあります。何も一つ悪いこともせず、嘘をついたことも、盗んだことも、殺したことも、悪い思いを考えたこともないとあります。でもある日、イエスは十字架にかかって死にました。十字架を見たことありますか？とても有名ですよね。みんな好きだし。そしてその十字架の意味っていうのが、有名な意味っていうのが、イエスキリストがそれに死んだということにあると思います。なぜイエスが十字架の上で死んだのかって考えたことありますか？聖書によると、イエスが死んだ理由というのが、私たちの罰を受けるためにとあります。何の罰って思うかもしれません。そして私は何も罰を受けることをしたことがないと言うかもしれません。でも聖書を見ると、全ての人は罪を犯したとあります。そして罪を犯したということは、悪いことをしたということです。例えば嘘をついたり、親に反抗したり、悪い考えをしたり、人を憎んだり、そして他のポルノなどの悪い映像を見たりすることかもしれません。誰も完全な人はいません。みんな罪を犯しました。それがどうしたと思うでしょう。罪を犯して何が悪いと思うでしょう。しかし聖書によると、罪を犯しているのであれば、その罰というのは死と書かれております。そして聖書の言う死というのは、私たちの心臓が止まって体が死ぬだけのものではなく、聖書に意味されている死というのが、神から離されるということです。そして地獄というところに送られるということです。地獄というところは恐ろしいところで、地獄は止むことのない日があり、そこには痛み、苦しみ、暗闇というものがあります。そして地獄においては、永遠にそこに閉じ込められてしまいます。脱出はなく、そこに朽ちることのない体が与えられ、それは燃え続け、大変な痛み、苦しみ、悲しみ、そしてそれが毎時間において、毎日において、毎年において、永遠に続くと聖書にあります。また聖書には、罪の罰は地獄です、それはひどい話だと思うかもしれません。私は地獄に行くことを何もしてないと思うかもしれません。私は良い人だ、地獄になんか行かない。でもそこには問題があります。聖書によると、神は完全な神であり、清い神です。神は何も悪いことをしてません。神は必ず罪を裁かなければならないと聖書に書かれています。神は完全な方であり、正しい方です。その正しさのゆえに罪の裁きを定める方です。それがどんな大きな罪であったとしても、どんな小さな罪であったとしても、神は罪を裁かなければいけません。例え話をします。もしかしたらこれが助けとなるでしょう。もし私が仮に女の子を銃で射殺したとします。裁判官のところに行って、裁判官ごめんなさい、私はとても悪いことをしました、私は女の子を銃で撃ってしまいました、もう二度とこんなことをしません、どうか私を許してください。そう言って、裁判官は、あなたはとっても悔い改めているようだ、罪を悔い改めているようなので、私は許そう、
あなたは直ちに自由になりなさい。もし裁判官がそういうことを言ったのであれば、それは正しい裁判でもなく、公平でもなければアンフェアな裁判となっております。神は完全で正しい神です。そしてそのようなことを決してしません。神の正しさは完全です。神の正しさのゆえに、すべての悪いものを裁かれます。すべての嘘を裁きます。すべての悪い考え、すべての悪い行動、どんな憎しみ、そして反抗をも裁かれます。私たちのすべての悪いことを結末として地獄というところに送られるのです。でも神の側で私たちを救いたいと願ったのです。どうすれば救えるのか。そうだ、自分の御子をこの世に使わそうと思いました。そしてその使わされた御子というのがイエス様であります。イエスは完全な人生を歩みました。嘘をつかなければ罪も犯しませんでした。しかし十字架にかけられ死なれました。じゃあどうしてイエスは十字架で死ななければなかったのか、ちょっと説明したいと思います。神は完全な正しい神、清い神であり、そしてその清さ、正しさ、完全さにおいて全ての罪を裁かなければいけません。そして全ての罪の裁きによって死と地獄というのがあるのです。それが罰です。全ての人は罪を犯したので地獄に行く定めがあります。神はその救いの計画として自分の御子イエス・キリストを送りました。イエスはこの人生を完全な生涯で歩みました。そして私たちの罪の身代わりとなってくださったのです。というのも、罪なき者しか私たちの罪の身代わりとなることができないというふうにあるからです。私たちは不完全なものであり、私たちの罪を取り除かなければならない限りは、私たちは地獄に行くことになります。私たちの罪を取り除く唯一の方がイエス・キリストです。なぜなら彼は完全な人生を歩んだからです。彼が私たちの罪を取り除いてくださったことによって、私たちの罪を受けてくださったことによって、私たちは天国に行き、神と過ごせるのです。地獄ではありません。ではどうやって死んだ後天国に行けるのか。こう聖書に書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。だから天国に行く方法というのはイエス・キリストを信じることです。そして私たちの罪のために死んでくださったイエス様を信じることです。そんなバカなと思うかもしれません。そんなことはない、嘘だという人もいるでしょう。どうしてそんなことがあり得るのか。神はどうしてそんなことをしてくれたのか。それは答えは簡単です。神はあなたを愛しているからです。想像してみてください。あなたの愛する人が、もしかしたら親、もしかしたら友達、あなたはその人を愛していますよね。あなたはその人たちが幸せであることを望みますよね。守りたいと思うよね。そしてそこで想像してほしい。あなたの愛する者が十字架にかかっている。手と足に釘が打たれている。その木にぶら下がっている。そして死ぬということ。そしてその人が無実であるということをあなたがとても知っている。何も悪いことをしていない。そしてあなたは何もできない。あなたはただただ遠くからその人が死ぬのを見守ることしかできない。そんなことがあるなら、あなたは苦しいと思いませんか。でも神はそうしました。無実な自分の御子イエスを十字架に死を宣告し、そして何も悪いことをしていないのに私たちの身代わりとなりました。それは私たちは地獄から救うため、私たちが天国に行けるよう、そして永遠と神様と過ごせるように。それほど神様はあなたを愛しているのです。死んだ後には命があるのか、それがどうなのか、どう確信するのか。答えはイエスです。そこには天国と地獄があります。その間はありません。あなたが死んだらどちらか一つに行きます。もう一つ知ってほしいのが、イエスが十字架に死んだだけではなく、イエスは3日後によみがえったということを知ってほしいです。それを証明するためであります。何を証明するかというと、イエスが神であるという証明、そして天国と地獄があるという証明、イエスはあなたを愛しているという証明、そのゆえに私たちの身代わりとなって十字架の上で私たちの罪を拭い去ったということ。じゃあどうやって天国に行くのか。それは簡単です。イエスを主と迎えることです。そしてイエスがあなたの救い主だということ、罪から離れること、イエスを信じること、イエスにあっての信仰を持ち、あなたの罪はすべて洗い清められます。あなたは地獄から救い出され天国に行きます。でもそれは拒否するなら、それを無視するなら、イエス様の犠牲を受け入れないとするなら、あなた自身がその罪の代価を払わなければいけません。罰を受けなければいけません。その罰は永遠に地獄に葬られるということです。一番初めに人生とはと聞きました。そして人生というのは、このイエス・キリストを救い主として受け入れるか、決心をするのかしないのか考えてみてください。どんなにお金があっても、有名になっても、成功しても、いい人でいい人生を歩んだとしても、愛に満たされたとしても、それは一時的です。私たちの必要なものは永遠の答えです。永遠の喜び、永遠の幸せ。イエスは私たちがこの人生で満足しないということを知っていました。私たちは必ず死ぬからです。だから天国を作りました。
天国には永遠なる愛があり、喜びがあり、平安があります。そこにはもはや死も不正もありません。人生というのは正しい選択をすることで、あなたはあなたの罪のためにイエス様の贖いを受け入れますか？あなたを罪から立ち返りますか？あなたはイエス様を主として救い主として認めますか？あなたはあなたのことをとても愛する神様のことを学ぶために聖書を取りますか？それともイエス様をそばに置いときますか？選択はあなたのものです。だけどこれを知ってください。あなたがイエス様を信じても信じなくても、そこに神様がいて、人生が与えられるためにあなたはイエス様のことを知ることができ、彼との関係を持つこともできます。神様は素晴らしく愛してくださる神です。あなたがどこにいようとも、あなたが何をしたとしても、そしてあなたが何をしても、イエス様はありのままのあなたを愛しています。そしてイエス様はまさに今あなたについてくるように尋ねています。それによりイエス様があなたのために用意してくださる未来を見ることができます。神様の祝福がありますように。オーライ、あなたがこの動画を楽しんだことを望んでいます。もしあなたが神様のことを学びたいなら、どうか聖書を見つけてヨハネの福音書を読んでください。それは聖書の新約聖書の4番目にある本です。あなたがイエス様があなたのために行ってくださった人生のすべてを学ぶことをできるでしょう。そしてコメントを残したり、下の方に質問を自由にしてください。次の機会にまた会いましょう。